ございます。ネブニャンさん、イスケマシンさん、天使の絵の具さん、ジャストミトさん、大崎上島のカズさん、ユキさん、ありがとうございます。おはよう。セリアさん、ありがとう。アシュリーさん、ありがとう。のとこに入った。おはようございます。ロルスロイスさん、かまちゃんさん、ありがとう。おはようございます。あら、おはよう。デサイズハートさん、ありがとう。クッシーさん、777さん、ありがとう。今日は公園です。花沢みたいな恋をした、見てない。21歳初の公園、楽しんできてありがとう。さよう。やっとみちのベストオブ前髪が決まった感ありますね。前髪、前髪、前髪が折れてるよって親に言われたから、さっき切りました。おはよう。ラムズさん、ミシェルボイさん、デブニアさん、ありがとう。切ってきました。昼夜でメンバー異なるのはなんかレア感ね。私だけ今日違うの。前髪折れすぎって言われたんや、その巻きすぎて。ね、ワードセンスすごい。じゃ元気。気づかなかった資格、いやいや、でもそんな同じような形になるように切ったから、でも私の腕が良かったということです。みちに毎朝愛を囁いていられたらいいのに。でもみちに言える人ってすごくない？マサさん、ありがとう。ちゃんたくさん、ありがとう。おはよう。おはようございます。皆さんはどんな方ですか？デブニアンさん、ありがとう。キャンシーさん、リーリーマスさん、エブニアさん、ありがとう。
来週のひまわりも楽しみ。もう来週か。ゆる公園行くから昼の配信は我慢。そうなの。ミラニスタ19号さんありがとう。ジュンもなんか夜だけ出るっていうのが新鮮。めっちゃあんやささやいたこととか人生じゃないかも。ああ恥ずかしい人ですか。うちのベストオブリップが決まった感もある。うそ、まあ、じゃあ濃い方が好きなんよ。これはでも結構薄め。ほら桃さんありがとう。今むんさんありがとう。奈良県ツアーせっかくだから行ったことない港に行って痛みあるね。そうなんですよ、皆さんに来てもらえれば嬉しいけど。みてのことばかりだと生活に支障が出るから考えないって考えてる。あ好き考えないって考えてるの。うん、思ったより濃かった。うそ。ハマチャさんありがとう。おすすめの映画、なんだろう。はいよ。お兄ちゃん大好きって言ったことないですね。はいよ。きょうちゃんさん、たんべんマーボーさんありがとう。広島の女性は怖くないですよ。レベニアンさんありがとう。サンフレの推しは柏選手。今日は配信で見たいと思います。ありがとう。きょうちゃんさん、アモズさん、天気。みちが暮らす広島に移住したい。いいとこよ広島。もう住みやすさ素晴らしいと思います。もう程よい、全てが程よいって感じ。アシュリーさんありがとう。怖くないよ。あれよ、ゆる公園は白身の感動が重なって涙すると。うん、ヤギの DVD 見て思い出に浸ってる。おお、何時に起きてたの。1時間前くらい。定期退職したら広島に住むと決めてます。本当に嬉しい。5万くらいまでなら出すから ST の模型出してほしい。 ST48 都合の。うん、レヴニアさんありがとう。明日はきっと日になる。子供の頃は広島弁に怖いイメージあったけど、地方見中で世界変わった。まあね、やっと見ぬうちは使う機会ができた。うん、まおはようございます。浜地さんありがとう。そうなんよね。はい、舞台さんおめでとう。ありがとうございます。まだ出るかわかんないですけど、私は、ね、出なかったとしても見に行けたらいいなって思う。初日で行けたことは一回もないってこと。にゃほー。
ねえ、セル編み大変だよ。おはようございます。ナイスちゃん、すごい惨状。セル編みのセリフまだ覚えてる。今日はありがとうございます。こんな機会を作ってくださって、みんな楽しみにしてたんですよ。ねえ、今日はその方が分かりやすいかな。はい、よろしくお願いします。信じてもらえるかは分かりませんが、少なくとも私たちは全員信じてます。だって夢だとしたら、みんなが同じ夢を見るなんてありえないでしょ。みんなも話したいと思うから、私目線でお話しますね。トゥルトゥルル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 ルトゥルルトゥルルトゥ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 ル。よく覚えてますね。今日はありがとうございます。この機会作ってくださって、みんな楽しみにしてたんですよ。いえいえ、こちらこそ。今日はアンさんとお呼びした方がよろしいんでしょうか。今日はその方が分かりやすいかな。セラーメアミチのやべえってでいつも泣きそうになる。え、そんなセリフあったっけ。やべえって、あっちゃったね。やばいわ、セリフまた見なきゃ。そうだね、そうだねってさ、寂しくない？もうここで踊ることもないんだよ。でもこれで終わりってわけじゃないし、みたいなやつだよね。トライトライだね。次の公演に向けてみんなに話したいこともあるんだけど、少しだけ残れない？ああ、私パスで。私も、そっか、それも大事だよね。それも大事だよね。確かに思うところはあるよ。はよ。まあ考え方はそれぞれだしね。でも他にもっとあるんじゃない。そうだね、もっと理解しないとだ、私じゃなくて、そのもういい。ちょっと残ってメンバーに声かけてくる。ありがとう。最後までダメだったな。ごめんね、約束守れなかった。
り私には無理だったんだよ。ガランガタンガタン、いやー、うん、すぐるタイプさん、ありがとう。うん、ゆういちろうさん、りょうすけさん、ありがとう。ちょっと待って、今私一人だったのに、なんで？わかんないですよ。ひなちゃん、今船が揺れて、ここは？これってライブの前、この展開やべえってはいつもそこに言った気がする。そんなセリフないのよ。そんなセリフないのよ。浜田さん、ありがとう。高尾さんもみちゃんなりきって演技できてるって言ってた。本当？分かんないんですよね、芝居って難しい。初回のメンバーは折り目ってことなの？うん、そういう意味でもない。みが大好きなポンタさん、 Thank you。 デブニアさん、 Thank you。 マサさん、 Thank you。 自然に言葉が出たりアドリブもいいって、そんなこと言ってました？どこで？みちゃん演技かそうじゃないかわからないほどうまい。嘘だ、そんなことないですよ。ありがたい。難しい。難しいです。あいばば。でももうリハの時から号泣してた時あったんですよ。そう。円盤化されてない。そう、もう本当にめっちゃない、もう止まらんくなった時があって、それ船でやってたから。ほっぽんさん、ありがとう。もう一人で語るシーンとかも大変だった、その時は。ぐすぐすって。デブニアさん、ハマチャさん、ユイチロウさん、ありがとう。その
船がなくなるっていう中でのなんかストーリーなんですけど、それでなんかと話してたんですよ船と私が。その時が大変だった。セルアミはね、セルフィッシュアミティーズです。もう感情移入っていうか、寂しいからね、船がなくなる。私自身もまだまだね、そうなんよ。ファイナルツアーが発表されて、もうカウントダウンができる状態になっちゃったから、公演それがもうなんかね、現実味が増したというか、あ、もう本当にそろそろ終わるんだというか思っちゃうから、リコちゃんがミチさんと写真撮れて喜んでました。本当？悪役したい。ファイナルツアーがフワイナル、あと E が反対や、ちっちゃいのが。はいよ。そうですね。かわいそう。どうですかね。おはよう。いい船なんだけどな。顔が曲がって見える。まあね。広角レンズがね。私は船の声全部申し込みます。あ、ふふふ、楽しみにしてありがとう。よいしょ。
なんか寒くない？前髪をパッツンにするか迷ってるんですよね。でももうすぐあれがあるの、アーシャ撮影、1年間使われるやつ。幅広パッツンにするか迷う。アーシャのアーはアーティスト写真。そうなんや。今までね、アーティスト写真ね、ずっとパッツンなんですよ、多分。実はなんかうっすうすな時もあったけどね、うっすうすパッツンみたいな時もあったけど、衣装めちゃめちゃ可愛かった。衣装めちゃめちゃ可愛かったから、似合う方といえば、でもどっちもいけそうだな。ね、髪をかけて、この辺全部前髪にしたい。ここまで前髪。ここを全部切る。んで幅広パッツンにした。下さもある。衣装って僕らも知ってるやつ。いやでもあれだよ、多分あの新制服。皆さんはどっちが好きなの？パッツンと最近触覚なしが好きぜ。わかる、幅広いと思いますね。え、今の前髪、今のその髪型、これみちはパッツンのイメージある。本当に1時間悩ました。そうね、自分ね、パッツン、そんなパッツンじゃないわ、触覚そんなあんま作ってなかったね、今まで。ショートも似合いそう。本当？ショートしたい。でもなんかこういうなんか分ける前髪の方がなんかふわふわ系女子って感じがします。柔らかい女子って。かれこれ2年くらいショートにしたいって言ってない？うん。
そう、眉毛がつながって見えるってね、分けた時に言われるのね。もうどうしたらいいのか分かんなくて、そのうわ描いたら赤くなっちゃった、その対処法が私には分かんなくて、めっちゃ言ってくるけどみんな。パッツンでも結局そうなるよね。なんでそういうあれが出るんですかね、発想が。そう見えるのかな。そうそう、前髪がクンってなってるとか、眉毛の高さからずれると、そう分かったんじゃけど、できんのよそれが。ここがベストポジションなの。もうちょっと下だったら長くて、やだってなっちゃう。マリーナが言われた時の対処法は怒ってたそれ対処こっち帰れてないけん、そんな対処できてないやん。面白い。それは対処法とは言わんの。自分センター分けしたら平安時代になるから。確かに。でもメイクしとるときは眉毛明るくしてますよ。イケメンになりたい。スタジオで。浜ちゃんさん、ありがとう。こう立たせることが大切なよね。でもまずは なぜイケメンになりたいの？なんとなく最近葵ちゃんが髪切って、もう本当に私のドストライク、ドストレート、ドストライクなんですよ。なんかね、ショートの女の子が好きなんです私は。ショートカットの女の子が好きなんよ。じゃけん自分も一回はなってみたいなって思うの。顔的にちょびひげも似合いそう。そんな、うん、ねえ、ほんまに可愛い。昨日ショートとボブもやってボブにしたの後悔すぎる。あ、でもボブも好き。なんて言ったいの？ショートが好き。なんて、ボブが好き。ここら辺までの髪型が好き。髪の人が。
でも10話ロングの方がいいと思う、自分で。こうしかやったことないけんさ、このここがさ切れとる時のさ想像ができるのね。こうここら辺の想像が、そう、そうなんです。はい。それでは今日は公演に参加しますので、ぜひ見てください。壇上を読みます。13位シャルルさん、12位ヒョウさん、11位ルカさん、10位ミサキさん、9位ゾニゾニさん、8位試験マシンさん、7位キョンシーさん、6位アモズさん、5位マサさん、4位ブルーさん、3位ナナナナムノさん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルルルルン、じゃじゃん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルルルルン、じゃじゃん、ゆうすけさん、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、今日は土日ですね、日曜日ですね、ゆっくりゆっくり休んでください。夜もします。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。かしこまってソーロー、ある方はね、頑張ってください。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー、ソロ。はい、それではまたね、バイバーイ。